あっと家族に電話をした時に谷口さんは2008年亡くなった川田亜子さんの名前を出し「私は心配しています娘さんが彼女のようなこと,のことになるということを心配しています」というふうにあたかもこう心配しているような丁寧な口調で言っているんですけどもそれは私にとっては家族にとっても 自殺するようなことになる。とか。川田亜子さんのような目に遭うぞという。脅迫のメッセージにしか聞こえなかったです。あとストーカーが来た時も。ストーカーじゃなく、あの探偵が。来た時も。家の中。を。男性が覗き見て。写真を見ていただければわかると思うんですけど。すごい。怖い。こわもてな。男性が。 カメラをを持っってて写真を撮いいるっていうのは私にとってはもう本当に一人では家にいられない精神的苦痛がすごくあって世界の正しく名前を何て言うのかちょっと忘れてしまったんですけどもジェンダーギャップ指数というのが発表されています、uh,。 the the numbers indicating the uh, amount of a gender gap is announced in the world. 136 countries, Japan is So it was 101 in terms of being bad in terms of gender equality uh, in 2012 and this year was 106? 105? <105. S 2> 女性がこんなに先進国でもあるにもかかわらず女性がこのような扱いを受けるというのは根底は日本の文化にあると私は思っています。